今回は第14代天皇、寿愛天皇について解説するぜ。一体どんな人物なの？寿愛天皇は第12代天皇景行天皇の王子である、大和武尊の第二子なんだぜ。前の天皇の王子じゃないのね。初めての天皇の王子以外の人物の即位なんだぜ。寿愛天皇には多良嶋勝彦のスメラミコトという名前があり、容姿端正で身長は3メートルくらいあったとされるぜ。イケメン巨人だったのね。寿愛天皇の皇后は古代の英雄、神宮皇后なんだぜ。もしかしたら卑弥呼かもしれないと言われている人物の一人よね。この時代は九州南部の熊祖国と対立しており、天皇と皇后が討伐で九州に訪れた際、神宮皇后に用意した紙が天皇に、熊祖ではなく宝がたくさんある新羅を攻めた方がいい、とのお告げがあったが無視して熊祖と戦い敗北。その後寿愛天皇は急死したとされるぜ。もしかしたら寿愛天皇は戦死したのかもしれないわね。古事記日本書紀ともに52歳で崩御したとされるぜ。なんだか切ないエピソードね。